ハーバードはアメリカ海軍の補助巡洋艦。当初の船名はシティオブニューヨークであり、スコットランド、クライドバンクのジョン・ブラウンカンパニーで建造され、1888年に浸水、インマン・ラインの所有するオーシャンライナーとしてアメリカとヨーロッパ間を航行した。シティオブ・パリの姉妹船であったシティオブニューヨークは当時最大級のオーシャンライナーであり、 に軸スクリューを備えた初の汽船のうちの一隻であった。1893年にアメリカンラインに移籍、ニューヨークへと改名された。ニューヨークをはじめとするオーシャンライナーにより、アメリカ合衆国の大西洋における乗客貿易量はトップクラスへと成長した。ニューヨークは1893年9月にサウサンプトニューヨーク間の記録を樹立している。 米西戦争が勃発すると、ニューヨークは武装商船として民間人乗組員と共に徴用され、1898年4月26日に艦長 C.S. コットン大佐の指揮下収益、艦名はハーバードと改名された。偵察任務に割り当てられたハーバードは4月30日にニューヨークを出港、西インド諸島を巡航し、スペイン艦隊の探索を行った。 カリブ海でのスペイン艦の位置を数度報告した後、ハーバードは、マルティニークのサンピエールで5月11日から17日まで、艦隊の封鎖に参加した。その後、ウィンフィールド、スコット州令大将が派遣した部隊と共に、サンティアーゴでクーバ、ハイチに移動した。ハーバードは、偵察任務を中断し、6月7日から26日まで、バージニア州、ニューポートニューズに戻り、この間に、 乗組員は正式に海軍の軍部に着任した。ハーバードは兵衛員及び補給物資を乗せてカリブ海に戻り、7月1日にキューバのアルタレスに到着した。7月3日の朝、スペイン海軍が出港したという電信を受け取る。ウィリアム T ・サンプソン少将がサンチャゴデキューバ海戦で勝利した後、ハーバードは生存者の救助を行った。 高波と座礁したスペイン艦が搭載する弾薬の爆発にもかかわらず、ハーバードは600名以上の士官と兵員の救助に成功した。1898年7月4日、第9マサチューセッツにー不評連隊が、ハーバード艦内で捕虜の護衛を行っていた。護衛は捕虜に対して、線を越えて戻るように命令したが、捕虜は英語を理解せず、護衛は、 他の捕虜が立ち上がった際に発砲した。恐怖を感じた捕虜たちが騒ぎ出し、飛びかかろうとしたため、護衛は発砲し6名を殺害、13名以上を負傷させた。調査の後、事件は誤って発生したものと結論付けられた。この一件は、ハーバード事件として知られている。カリブ海における偵察任務は不要となったため、ハーバードは1898年7月10日に、 帰国した。ハーバードは陸軍省に一時的に引き渡され、兵士を帰国させるためにサンティアゴデクーバに派遣された。ハーバードは8月27日にニューヨークに到着し、1898年9月2日にニューヨーク海軍交渉で退役した。ハーバードは再びニューヨークへ名前を変え、アメリカンラインで大西洋横断に従事した。 この間1903年に広範囲な改修が行われ、3本の煙突のうち1つが撤去された。アメリカ合衆国が第一次世界大戦に参戦。すると、ニューヨークは輸送船として1918年5月9日に、再び海軍に徴用され、5月24日にクロード・シーブロフ保管庁の指揮下収益。官名はプラッツバーグと変更された。プラッツバーグは、 ニューヨークからアリバプールへの4度の航海を行い、アメリカ派遣軍の輸送を担当、戦後は7度の航海を行い、2万4000名以上の帰還兵を帰国させた。1919年8月29日に最後の航海を終え、ニューヨークに戻り10月6日に元の所有者に返還された。返還後は再びニューヨークの船名で大西洋航路に収益したが、 もはや一0級のライナーではなく、1920年に、過客航路から撤退、ポーランドの船会社に売却された。その後二度の航海を行ったが、会社は、間もなく倒産し、船は1923年に廃棄された。ありがとうございます。